フィエスタ男です。空調っていうとね、ちょっとよろしくないと、商標関係でね、多々ご指摘を受けますので、EF ウェアと、いう言い方でよろしかったでしょうか。はい、今年の、まあ、毎年やってますけどね、EF ウェア対決というのはですね、まあ、もうちょっとで、私のもとに全種類が揃いますので、それで対決させていただきますんで、お楽しみにしている方はですね、もう少々お待ちいただければと思います。はい、2024年、EF ウェアシェア予測。という、まあ、ちょっととある、まあ、記事をね、私読ませていただいたんですけれども、今年のその販売予測っていうのがですね、バートル、空調服、3S、で、その次がね、マキタ廃校機田島とかなんか電動工具メーカーがごちゃごちゃっとして合体したやつが入ってたんで、それ一回置いといて、で、次が鳳凰って感じで、まあ、そのトップ4が今の4社に当たるのかなって、その記事では書いてありました。で、僕の、まあ、昨年の動画なんですけれども、バートルさんと、GG、ソーワさんですね。っていうのが、まあ、すごく良かったですっていう結果を喋らせてもらってたんで、今年も、ソーワさんをぶち込ませてもらうんで、5社。で、建築資材を、まあ、僕たちが仕入れてる、その、KU システムさん、非常にお世話になってますんで、ちょっとね、そこの、助走部の方がですね、やれと。いうことで、連絡がありましたんで、KU システムさんを入れて今6社で、おそらく、皆さんおっしゃるでしょうね、ワークマンさんをやれと。マジでやりたくない本当に嫌だ。はい、まあ去年もやったんですけどね、まあ一応刺されなかったです去年。はい、今年もねワークマンさんがバーッすげーってなればいいんですけれども、まあなかなかそうもいかないじゃないですかね。販売店立場のね、私が、まあ、その、まあ、他社さんを、こう、非難するようなね、見られ方をしてしまうと非常によろしくないんで、まあ、すげえやりたくないんですけれども、まあ、やったら楽しいんでしょうね。ちょっとさっき調べたぐらいの僕の知識でしかないんで、間違えてたらちょっと皆さんにね、突っ込んでいただきたいんですけれども、ワークマンさんの今年のそのウェア見たら、空調風人服採用って書いてあったんですよ。24V。ってことは、3S さんなんですよね。もともとやるつもり。だったから、あ、このままでいいじゃん。6社です。で、他にもね、なんかいろいろ、あだこだ、やれやれやれって話が来ると思うんですけれども、皆さんが多分、一番見るところって、風量、合ってます？皆さん多分風量ばっか見ますよね。なんですけれども、一番大事なのって、持続時間。まあ、持続時間と風量のバランスだったりするんですけれども、持続時間っていうのがすげえ大事だと思うんです。だから数分だけ最強ですとかって、まあね、GG の話を持ってきちゃあれなんですけれども、そもそも最強を目指してないっすっていうメーカーさんが数多くあるんですよ。そのメーカーさんの思いとは違う、じゃあ仮に僕が最強対決これですってちょっと違うじゃないですか。なので、まあ、今のこの6社で対決すればいいのかなっていうのが今僕の思いでございます。まあ、それでもですね、今のあなたの喋り違うぞと。ここは最強で持ってきてる、歌い出してるメーカーさんだから、やった方がいいよっていうコメントがあれば、まあ、ちょっと、検討させていただきますんで、お声いただければと思います。はい。というわけでですね、前置きが非常に長くなったんですけれども、本日やらせていただきますのが、こちら、超新ジャパン株式会社さんの、ファントバッテリーということでですね、知らねえ名前だなと、思いましたが、ちょっとですね、以前、ちょっと別の製品の動画で、長くね、語らせていただいた会社さんなんですけれども、超新ジャパンさんっていうのは、OEM で、まあ、とあるね、有名な会社さんに、まあ、ファンダバッテリー、バッテリーを、作ってたメーカーなんですよ。まあ、ちょっとね、それこそ非常に名のあるメーカーさんなんで、まあ、ここに作ってるのは超新さんですよ、とかっていう名前は出せないんですけれども、それぐらい、すごく、長きにわたりファンバッテリーを作っている会社さんです。非常に品質が高い。なので、皆様がもしお話しできる機会があればなんですけれども、それこそ販売店の人が今見てれば聞いてみてください。開発系の、まあ、この内部にまで詳しい人に、まあ、自分家は一回置いといて、他社さんのバッテリー、どこのバッテリーがいいと思います？みたいなね、直球質問をぶつけてみてください。おそらく、超新さんの電池すげえいいよっていう声が上がると思います。
まあ、それぐらいですね、あの他社も認める品質のいい、バッテリーがここのメーカーさんなんですよ。で、マイナスイメージにならなきゃいいんですけれども、品質がいい、高いということでございますね。他社さんが、まあ、コスパ重視っていうんですか、その利益を生むためにですね、まあ、謎のセルを、まあ、だんだんと積み始めているんですよ。まあ、そんな中、まあ、長信さんとしては、まあ、信頼、品質に非常に優れたですね、LG 製のセルを積んで製造しております。すごく長い歴史のあるいいブランドなんですけれども、まあ、ちょっと申し訳ない。知名度が若干低いっていうのはそういうこと。まあ、ここ最近出てきましたよというメーカーさんでございますね。で、品質の高さっていうのは、まあ、今このセルの話っていうのをさせてもらったんで、まあ、あ、こっちか、バッテリー、ね、バッテリーなんですけれども、そうじゃなくて、ファン、こっちもね、非常に品質が優れていいというわけで、ファンとファンケーブル、まあ、電池と、まあ、そのアダプターだとかって言って、同じとこで作るのって当たり前だと思いません？これ実はですね、違うとこで作るんですって。これがね、私全然考えもしなかったんですけれども、とある会社さんが、じゃあ、ケーブル、バッテリー、ファンケーブル、ファン。じゃあ、どこの、ね、工場に委託したら一番安く作れるかなって考えるわけですよ。あ、じゃあ、ケーブルここだな。あ、じゃあ、ファンここにしよう。じゃあ、ここ。ここ。で全部それぞれ違う安いところに作らせて持ってきて箱詰めして売ってる、合ってますかね、はい、まあ、そういった感じなんですって。だからそのファンとファンケーブル違うところで作ってるか合うかどうかのチェックって納品されてからやってるみたいな、これごめんなさいよその話なんだけど、いやそんなの品質大丈夫かよ、ちゃんと全部うちで自社工場で作ってっからねっていうのが長信ジャパンさんで、ございます。今ね、価格競争、まあ、価格で見ますからね、最初は。だから価格で安いの手に取りがちなんだけど、ちゃんと品質見てくれよっていうところを強く推している会社が、長信ジャパンさんということですね。はい。というわけで非常に語りが長くなって申し訳ません。ちょっとね、この信頼あるブランドっていうところを強く推したかったんですよ。はい、いきます。バッテリー、GB424。で、ファン、GF3 ということでですね、スペックこちら。はい、驚異の 24V ということで非常に強いですね。で、風量もしっかり100リッター超えという数字になってます。で、他社さん同様、最強モードでは回り続けません。まあ、これは他社、いやね、当たり前ですね。当たり前って言っちゃいけないのか。はい。30分後には 24V から 16V モードに移行して、それで8時間回ると。これ当然のように8時間って言いましたけど、8時間持つって異常ですからね。昨年の最強モード、他のメーカーだと多分ね、5時間ぐらいだったはずです。なんですけれども、最強モードで8時間。素晴らしいですね。なんでね、24V です !100 リッター超えてます !8 時間ですっていう、こんなパワーワードが揃ってるのに、はい、これ。まあ、業界トップクラスの 24V っていうのはあるんですけれども、その強いですよ。16V×10時間稼働ってことで、これね、本当によく分かってる書き方だなって思ったんですけれども、100リッター8時間っていうところを押してないんですよ。皆さん10時間必要でしょ？そこは大事だよね。16V モードでも10時間回るぜっていう、一番皆さんが目指してるところをデカデカ書いてる。で、あえての100リッター8時間ですよっていうのをちっちゃく書いてるっていうね、このなんですか、謙虚さっていうか大事なところをアピールしてる書き方に非常に感動いたしました。それでも十分なのに、これもちっちゃく、あ、まあ、ちっちゃくもないのがちゃんと書いてありますね、約 3.5 時間の急速充電ですっていうことで書いてあるんですけれども、これ 3.5 時間、じゃあ、いや、昼休みそんな長くねえよって話なんですけど、急速充電ってことは、昼休みの1時間でもいいです。最強モードでバーって回しますよね。で、8時間しか持たないじゃないですか。なんですけど、昼休みに、まあ、30分でも1時間でも急速充電かけておいてくれれば、午後の後半戦も最強モードで使えますよ。素晴らしい！はい、そんな感じです。はい。全然物持って喋ってないですね。はい。じゃあ、これがその、24V のバッテリーなんですけれども、2万ミリアンペアという形になってます。で、モバイルバッテリーとしても使用可能で、
ここを開けていただくとですね、 USB の A で、まあ、ここ C にしてほしかったなとかっていうのもあるんですけど、まあまあまだまだね普及しているのが A タイプなんでいいでしょう。 A タイプで、3アンペア出力ですって。これすごいですね。なんか 2.4 とかね 2.1 ぐらいで、収めそうなものをちゃんと3アンペア出力でやってくるというね、この辺もちゃんと作り込んでるなという電池でございます。じゃあね、長持ちする電池なんだからさぞ重たいんでしょと、思われがちなんですけれども、質量が 370g という形ですね。まあ、ちょっとここだけ少し、まあ、僕のね、質量計がおかしいぞって話があるのかもしれないですけど、昨年のとね、もしかしたらリスト持ってきて比較する方いるかもしれません。うちので測ったら一応 380g っていう数字が出ました。で、このファン込みで 580g という重さでしたので、特段他社製品よりも重いというわけではありません。重い部類ではあるんですけれども、微粒子ではないって感じですね。まあまあまあいいでしょうと。はい、続きまして、ファン。これがね、まさかまさかの水洗い対応品でございます。はい、すごいですね。これバートルさんの歌い文句に非常に似てますね。他社さん、分解できるファン使ってますか？じゃあ、掃除しやすくていいですね。いやいや、皆さん分解してるんですか？いやいや、分解皆さんしない。しないね。めんどくさいでしょ。ね、うちのはですよ。まあ、こういった、ファンなんですけれども、こう、端子ね。バートルみたいにここにキャップがついてて、ピュッとはめるわけじゃないんですけれども、まあ、そのキャップもめんどくさくないですか。はい。ここをね、指でちょっと押さえましょうか。はい。水入ってこないように、ちょっと指で押さえてもらって、はい、この状態で、はい、ジャバ。これで OK。簡単でしょ。っていうのが、超新ジャパンさんの、ファン、水洗い OK と、歌っております。すごいですね。あとね、各社取り付け方法いろいろあると思うんですけれども、まあ一番一般的なっていう感じでいいかな。はい。こういう、取り付け方式になります。あ、いいっすね。山もですね、そんな細かくなく、粗くもなくっていう、まあちょうどいい。あ、これね、優秀っすね。斜めに入れようとしても入らないぐらい、ちゃんとまっすぐ噛むことなく入ってきます。そして、先ほど言わせていただきました、品質に自信あり、たびたびワードとして出させていただいたんですけれども、はい、驚異の15ヶ月。何 ?15 ヶ月長期保証。これがすごすぎますね。大体他のメーカーさん1年かな。ここもね、ちゃんとしてるなと思ったんですけど、1年保証って、翌年保証効かないんですよ。ちゃんと計算すると分かりますよね。じゃあ、今6月だから、6月に買いましたって言って、皆さん使うのが、6、7、8ぐらい ?8 月だから、やっぱね、15ヶ月ないと保証、も意味ないんですよ。そのシーズンしか保証効かないんですけど、これは、翌シーズン使い切っても保証効くぜって書いてあるんですね。もちろんね、落としたらなんだっていうのはダメなんですけれども、ここまでちゃんと、ユーザー目線に立って作ってるメーカーさんはないのかなという感じですね。はい、というわけでね、まあ6社と言いましたけれども、まあ、今年は、こちら含めさせていただいて、全7社で対決しようかなというわけでございます。まあ、ちょっとね、今回せよとかっていう話はあると思うんですけど、まあまあこうつけないとね、音量とかもまたいろんなカメラの具合で拾えなかったりすると思うんで、まあ今日ちょっとね、喋りだけで申し訳ないんですけれども、まあ近日公開の動画をお楽しみということで、以上秀吉さんの動画でした。お付き合いありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。